例えばこう研修だったり講座だったりを実際にオンラインやリアルでやりますやった後にその短い報告を例えば Facebook に上げてるんですねでこれを保育コミュニケーション協会のホームページもしくは梅花チャイルドケアコミュニケーションのホームページにアップしてでちょっと補足をしてほしいんですよね。例えばこここれっていうううのはとううとですよとか 次回これはいつ開催しますので、詳細はこちらをご覧ください。っていうふうに、リンクを見つけて貼ってもらったり、ちょっと関連の何か記事だったり、講座があったときには、そこを見てもらって補足をしてもらう。で、文章を整えていただくということができると、すごく助かります。開いたときに、いろんなことを思いついちゃうんですよね。思いついた瞬間に記事を作成する手が止まって、全部中途半端で終わっちゃうんです。もうすごくつらい。 なのでそこを文字を補うということをお願いできますでしょうかご検討どうぞよろしくお願いいたします